はい、お願いします。7月24日から26日まで3日間、あの老犬大会金沢の方に行ってきましたことを報告します。1日目は、在宅復帰のための認知症研修、2日目は、開会式、演題発表、福祉医療展示会ポスター発表、3日目には他施設の取り組みの事例発表や、ランチョンセミナーなど開閉会式の方に参加させていただきました。で、初めに在宅復帰のための認知症研修ということで、認知症の人 の、 あの理解ケアということで、家族支援として認知症という病気を知ることがケアと環境整備の第一歩である、まあ、家族との関わりが変わるだけで大きく DPSD も減らすことができるし、 DPSD についても周囲の理解と良い関わり、認知症の人が暮らしやすい環境で減らすことができる、また逆に関わり方によっては DPSD も増やすことができてしまうということでした。で、あとまた認知症の種類の方は3段階があります。で、認知症治療薬として、まあ、アルツハイマー型の、まあ、内服薬の外用薬として貼り薬等ありますけど、その外用薬についてなんですけど、まあ、タークリズムケアと言われるのがありまして、でタークリズムケアとは、まあ、スウェーデンで生まれたタッチングケアで、相手の体に、触れることで、肌と肌とのコミュニケーションを通して相手の不安や感情を取り除いたり、痛みを緩和する効果があるみたいです。でケア側も穏やかなで落ち着いた気持ちになれるのがこのケアということでした。で、認知症の高齢者の研究で、やっぱ1日20分間あのケアの方をタークチールケアですかね、をしたら、まあ、暴言や暴力が弱まったということで、いうことでした。で、在宅介護になるときには、まあ、在宅介護支援していくためには、在宅介護は利用者本人が絶望しても構わない、2. 家族の納得と理解協力を得られなければ成立しない、家族との介護してもいいかなと思わせることが大切と言われておりました。でまとめとしては、利用者と関わるにあたって、その人がなぜこのような行動をとって考えているのか大切であり、本人にとってその行動は理解、本人にとってその行動は理由があるので、しっかりアセスメントをすることが大切であると言われております。で今できないより、どうしたら笑顔で過ごせていけるか、またできないことによって受け入れて行こうという意識をしていくことも必要と言われております。また地域社会に認知症について理解できる環境指針をしていくことも大切です。認知症の人が在宅に帰られないと思う人がいるが、認知症の人は在宅で家族が支援している人もいる、まあ、サービスのプロとして尊重しながら本人と家族に向き合っていくことが良いケアにつながるのではないかと言われております。で、解説の方ですけど、まあ、演題発表の方がありましたで、ターミナルケアのあったんですけど、ターミナルケアについて、まあ、ターミナルに入ってから初めて生活史やその人のニーズを考えるのは遅いのではないかということで、無意識的にターミナルについて特別し、まあ、価値観の誤りやその人らしい生活をしていくことを考えなければいけないと言われておりました。まあ、延命治療の内容としては心臓マッサージ、消化剤の投与、人工呼吸器の装置などありました。で対象者は 80% は認知症高齢者で、本人に意思や意向が十分に反映されない状況で、緊急時には家族の意向を優先する状況や予測されております。で介護と、看護の考え方に結構ギャップの方がありまして、介護の視点は、死に対して何をしたらよいのかわからない、何か特別なことをしてあげなければいけないと思う、職員の混乱、良くないということを気がするということでした。で看護の方の視点では、看取りの覚悟ができているからケアを接しやすい、看取りが決まって家族に承諾を得ているから急変しても不安が少なく安心できる、病院では点滴や処置や浮腫、や内出血の痛々しい状態を見るが、施設では自然の状態で死を迎えるので安心してケアができるという意見もありました。で全職種の視点として、ターミナル検討チームより職員看取りチームに対する不安を軽減するために意見交換ができたということです。で気持ちを吐き出したり、他者との意見を聞く場を設けることで職員の気持ちが整理されたり、自分たちで良い、取り組みができたと言われておりました。で問題点としてはやっぱターミナルに関わるんですけど、まあ、夜勤の人数不足とか
夜勤の面会対応、死後の出手、エンデルケア、医療行為としては点滴を針をいつまで続けるとか、酸素投与、モニター心電図、食事療法不十分とのことです。で、環境の方は、個室が確保できないとか、利用者の尊敬して繁栄、居室環境ができていないということでした。で、リハビリの方でなんか面白いのをしてまして、ちょっと挙げたんですけど、3分間深呼吸による副交感神経の試みことで、なんか交感神経経過過活動の傾向がある人に3分間呼吸を3回4週間実施した結果、なんか安静になったということで、自律神経のバランスも改善されたということでした。で、集団体操とか、歌とか行事も自律神経のバランス改善効果があると言われておりました。で、呼吸リハビリというのもありまして、で、呼吸解除、毎日1日1回、深い深呼吸をすると、痰が出やすくなったり、肺炎予防チームを作って実施している施設もありました。で、ランチョンセミナーの方で、胃ろうの患者のための反固形栄養剤ということで、香川大学の合田先生が来られていまして、で、ペグは口から食事が取れない人が胃から直接栄養を取るため、お腹の小さな穴のことですということです。で、高齢者人口増加ともに胃ろうの良し悪しは課題となっておりますが、胃ろうはあくまでも栄養を補強する手段であり、ポイントとなるのは、反固形栄養剤の選択や毎日のケアが正しく復旧されているかです。反固形栄養剤のメリットとしては、逆流が防止できたり、注入時間が短くできたり、下痢や不快な症状が防止できたり、ビタミン調整などがしやすいということでした。で、まとめですけど、3日間研修を通して、今回主に自分自身の演題発表についてでしたが、前日の夜まで資料とか読み返したり、発表時間を気にしながら修正をして、プレッシャーになったんですけど、時間制限以内にちょっとまとまりまして、またダチョウ の方から、高齢者には、匂いについて好きですかと質問がありましたが、個人差があるということで、匂いが好きと答えました。で、今回の演題発表の中ではアロマの発表の取り組みがちょっと少なかったので、あまり見れておりません。で、また全体を通して、他施設の取り組みがどのようなことをしているのか、スキル向上につなげていくために参考になりました。で、認知症高齢者の在宅支援するためには、家族、地域の理解をしていき、地域包括ケアの拠点とし、他職種との協力をしていきながら、全職種が統一したケアができるようにしていくことが、在宅の強化型施設につながると思いました。